茨城県道317号売り面停車場線、中市売り面の終点付近茨城県道317号売り面停車場線は茨城県中市内を通る県道で JR 水軍線売り面駅と接続するための道路である。JR 水軍線売り面駅の東出入口と国道118号を結ぶ停車場連絡道路。路線認定当時、国道は ウリズラ駅の東側にあったが、後に、ウリズラ市街地をバイパスする国道が西側に移った、ため、路線延長を伸ばしこの地型の線形となった。その後新設された、駅西側の駅前広場までを短絡する市道が、開通しており、国道118号とウリズラ駅を接続する、道路として役割は、薄れている。1959年10月14日、 新たな県道として、中郡売りづら町大技売りづらの売りづら停車場を起点とし、二級国道水戸氷山線交点を終点とする区間を本路線とする県道売りづら停車場線として、茨城県が県道路線認定した。当初は、延長91メートルの売りづら駅前通りの短い路線であったが、国道118号の売りづらバイパス開通後、 1969年3月に終点を中里の国道118号分岐に移動とともに路線が延長された。1995年に茨城県道の路線番号再編が行われ、整理番号317となる。1997年9月、終点を平野台団地入り口交差点に移す変更が行われ、現在に至る。福音。 曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。AB 道路の区域決定茨城県法、号外10月14日よりハット AB、道路の区域の変更、茨城県法、第891号、ピアニッシモ14、1415、ABCD、茨城県道路現況調書平成26年4月1日、現在、 AB 道路の区域変更道路の共用開始茨城県法号外ピアニッシモ13茨城県法第1087公対象12年4月16日茨城県国示第194公より県道路線認定茨城県法号外10月14日より道路の共用の開始茨城県法第359号 P3 剣道の路線名及び整理番号の変更茨城県法第637号ピアニッシモ82ありがとうございます